アウディ S6、S6、S6 とはドイツの自動車メーカーであるアウディが販売する A6 ベースのハイパフォーマンス使用者である。S4 の上位、S8 の回に属するモデルである。現行モデルは2006年6月からデリバリーされた。1994年に初代モデルが発売されてから3代目を数える。S6 はアウディのアッパーミドルレンジモデル、E セグメントである。 A6 をベースに、専用のスポーツサスペンションや体型ブレーキデスク、専用のエアロパーツを装着している。外観を見た感じでは、やや控えめだが、上記の面で、A6 とは大きく差別化が図られている。現在の3代目は、現在のアウディのシンボルである、シングルフレームグリルになっている。1九百九十四年、百が a 六に名称を変更したのに伴い s 四が、 S6A と名前を変えた。230PS を発生する直列後、気筒 DOHC20 バルーブ2.3リットルターボを搭載する。これに組み合わされるトランスミッションは4速 AT、本国には5速 MT 仕様もあったが、日本にはない。駆動方式はアウディ伝統のフルタイム 4WD、クワトロである。ベースの A6 に対してデザイン変更は、 控えめとしているものの三十ミリメートルのワイドボディワイドタイヤプラス十六インホイールを装着し専用スポーツサスでローダウンフォルム全高五五十ミリメートルダウンとしている。日本においては左ハンドルのみの販売であった。初代 s 六の販売が九百九十六年で終了ししばらく後に a 六がフルモデルチェンジしたため s 六もフルモデルチェンジし 二代目となった。二代目は A6 同様にアッパーミドルレンジの実用的なテクノロジーを曲線基調の官能的なフォルムで包み込んだベースのデザインを活かしながらもトレッドの拡大に伴うワイドフェンダーの装着、左右に振り分けられたマフラー位置の変更など、エレガントかつスポーティなスタイリッシュサルーンへと変貌を遂げている。搭載エンジンは 可変バルブ機構付きの4.2リットル V 型8、気筒 DOHC40 バルブ、340PS、7000rpm 42.8kgm、3400rpm のパワートルクを発生する。駆動方式はもちろん、クワトロシステムのフルタイム 4WD。ミッションはステアリングでもシフト操作が可能な、ティプトロニック機構付きのモエティが組み合わされる。サスペンションは、 フロント、4リンク、リア、W1 ボーン式。インテリアには、スポーツサルーンらしく、本革のレカロ製スポーツシートやステアリングが装着される。安全機能として、デュアルヘッドレベルサイドエアバッグ、ESP、イブド付き ABS、EDS、プリテンショナーホースリミッター付きシートベルトを標準装備。盗難防止装置に、 イモビライザーが設定される。2003年9月のマイナーチェンジ時には、アウディのプレミアムハイパフォーマンスモデルとなる、RS6 と同じリアスポイラーや、ステアリングにパドルシフトスイッチを装着し、魅力を増している。車両価格は、マイナーチェンジ前が880万円、マイナーチェンジ後は924万円まで値上げされている。初代同様、日本においては、 左ハンドルのみの販売であった。2005年に A6 がフルモデルチェンジしたのに伴い S6 も約1年遅れでフルモデルチェンジしシングルフレームグリルに生まれ変わった。なお本モデルよりワゴンモデルであるアバントも日本に正規輸入された旧モデルまでは並行輸入のみだった。3代目は前モデルの4.2リットル V 型8気筒から一新し、 5.2リットル V 型重機等 FC エンジンを搭載。このエンジンは上位モデルである新型アウディ S8 に搭載されるユニットとほぼ同じもので S6 に合わせてチューニングをし最高出力 435PS6800rpm 最大トルク 55.1kgm3000 から 4000rpm で発生する。非対象。 ダイナミックトルク配分の最新世代のクワトルフルタイム 4W リーシステとステアリングでもシフト操作が可能な6速 AT の組み合わせ。設定スポーツサスペンションに5アームウィングデザイン19インアルミホイールプラス 26535R19 タイヤを装着。リアビューカメラ付き APS アウディパーキングシステムは音とイラストによる警告に加えて海。 マルチメディアインターフェース上に画像を表示する。なお、日本では本モデルより右ハンドル仕様も追加された。価格は1、245万円、ワゴンは1、284万円に上がった。2011年に A6 の C6 系が終わり、C7 系の A6 が発表され、その1年後に新型 A6 のスポーツグレードとして S6 が発表された。 ボディタイプは、セダンとステーションワゴンであるアバントの2種類が設置される。エンジンには 4.0LV 型8気筒が搭載され、先代 5.2LV 型10気筒と比べると、大幅にダウンサイジングされている。最高出力は 309kW、最大トルク55.0ナノメートル、1400から 5300rpm を発生させる。シリンダーオンデマンドと呼ばれる。 気筒休止システムを導入し、高速道路での走行時などで、気筒の半分を休止する機能を持っている。さらに、アウディウルトラという軽量化技術を備え、アルミニウム素材を採用。アウディドライブセレクトという機能では、コンフォート、ダイナミック、オート、インディビジュアル、エフィシェンシーの5つの走行モードから選択することが可能である。価格はセダンが1、180万円。 ワゴンが1、210万円である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。